神奈川県立神奈川男女とも堂さんがセンターは、神奈川県藤沢市にある男女とも堂さんがの推進を目指す施設、神奈テラスと称される。2015年に閉館した神奈川女性センター入り口国際連合は1975年、メキシコシティで国際婦人年世界会議を開催し、翌1976年から1985年までを国連婦人の10年とした。 1975年に神奈川県知事に就任した長須十二は県政の重要な課題として婦人の自立と社会参加の促進に取り組んだ。1978年新神奈川計画を策定し実施計画の中に婦人の自立と社会参加を促進するための拠点として婦人総合センターの建設が計画された。1979年には 婦人総合センター基本構想を策定。1980年には県民部に婦人総合センター建設準備室が設置された。婦人総合センターの計画とともに、神奈川県は1982年を神奈川婦人元年とし、県婦人の地位向上プランづくりが始まり、その策定委員会の委員長として、読売新聞社記者で同社婦人部長、 県婦人問題婚和会座長を務めていた金森敏恵が就任4月に県民女性の現在と未来にわたる行動計画として神奈川女性プランを策定5月に民間の女性の団体グループ個人が自主的に手をつなぐ神奈川女性会議が発足9月婦人総合センターが発足し金森敏恵が館長となる人事発令11月に 神奈川県立婦人総合センターが神奈川県藤沢市江の島に開設された。婦人総合センターは企画調整部、生活科学部、福祉部、婦人労働部、生涯学習部の5部で構成され、婦人が政治、経済、社会、文化などすべての面で様々な形で参加し、その資質や能力を発揮できるような条件づくりを展開し、 婦人の自主的活動の拠点とされた。1991年、婦人総合センターを神奈川県神奈川女性センターに変更。センター内に設置されている資料コーナー2015年3月31日に神奈川女性センターは閉館。江ノ島から藤沢合同庁舎に移転したのをきっかけに、名称を神奈川県立神奈川男女とも堂さんがセンターに変更。 キャッチコピーを、共に生きる社会、共に参画する社会へとした。男女共同参画社会の実現を推進する、権益の拠点施設として、人材育成、調査研究、相談、情報発信、意識啓発を4つの柱として、男女共同参画の実現に向けた取り組みを進めている。二0 1八年度は、女性のための社会参画セミナー、カナテラスカレッジの開催。 統計の面から男女とも同産がの状況を把握できる隠し統計データの発信女性のためのドメスティックバイオレンス相談窓口として女性への暴力相談週末ホットライン多言語による相談ほかデートドメスティックバイオレンス防止の啓発活動として NPO や大学と連携を図った啓発講座の実施男女共同参加についての情報や神奈川男女参画センターの 事業などを掲載した、かなテラスレポートの作成を行った。神奈川男女とも動産が支演出の貸し出しも行っており、2017年度の利用者は2623名だった。2018年度の事業運営費は245万2000円。神奈川県立婦人総合センターに関するカテゴリー、神奈川県立神奈川女性センターに関するカテゴリー、ありがとうございます。